はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。今日は手帳タイムというよりかは、あれですね。 なんか、どっか出かける時のためのカバンの中身を紹介したいなと思っております。えー、ちなみに私ですね、本日東京に行ってます。<laughs> そうなんですよ。今この動画を撮ってるのは朝なんで、まだね、朝のね、4時半とかなんで、あの、まだね、現地にはついていないんですけれども、えっ、ー、と、今日は東京デイということで、えー、例のですね、手帳をお迎えに行きます。まあ、在庫があるかどうかわかりませんが、多分あるでしょう。<laughs> <laughs> ということで、またね、明日ね、開封動画すると思うので、うん、在庫があったらね、在庫があったら明日開封動画すると思うんで、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ手帳の中身ではなくって、カバンの中身ですね。そのね、紹介といきたいなと思うんですけれども、まずね、まず何を持っていくかってうと、あ、そうだ、まず何を話すかって言うとよ、昨日さ、あの、このさ、ミニログのね、手帳の中のね、ライフログのページね、 ライフログのページね、ローズゴールドのやっぱりキラキラして綺麗だからローズゴールド入れました、みたいなこと言ってたんですけれども、昨日さ、ほんとさ、なんか、なんとなく調子が出なくて、てか、ポンポンペインのせいもあったんだけれども、なんとなーく調子が出なくて、で、夜ようやく回復したんあ、でね、今で、ね、す。超回復しました。もう全然ね、なんにもない。なんもね、なんか昨日までね、あったね、違和感とかもなんにもなくって、もうほんとに昨日、だからリラックスして休んだのがほんと一番効いたんだよね、 おそらくね昨日ね、結局、そのコーヒーをさ、コーヒーと甘いものをじゃあやめるかっていうことで、ちょっとね、あのー、止めてたのよ、そのコーヒーと甘いものを食うのをね。 飲み食いするのをやめてて、で、それで朝、やめて、仕事行って、でも帰ってきてもまだ全然なんか調子を戻んなくて、わ、これやべえな、みたいなね。一応さ、予宿のページには書いてあったのよ。なんか知らんけど腹治るみたいなね。ことをか普通に食べた、治ったってね、書いてあったんですけれども、これは治んねえじゃねえか、と思って、で、普通になんかおうどんね、昨日食べたの、もう紹介にさ、いいものしか食えねえなと思って、おうどん食べて、で、その後に、もうどうせさ、なんかさ、もう食って、食って、 なんか食っても食わんくても治らないんだったら普通にいつもの自分があのー、好きな生活しといた方がいいんじゃねっていうなって昨日もううどん食った後にえー、っとねいつも通り <laughs> いつも通りコーヒーを飲みプロテインバーを食べカマンベールチーズあの一口だよねコストコで売ってるカマンベールチーズがねめっちゃうまいからそれを食ってあのいつも通り生活してで えーっと、じゃあもう今日は、ちょっとお休みで、もうこ、こっからね、もうリラックスでっていうことで、実話階段見ながら、もうぐーたらしてよ、みたいな、でよ、みたいな感じでぐーたらしてたんですよ。そしたらさ、あれはあれという間に回復して、なんか知らんけど、もう今日はね、治ってました。だから、ほぼほぼあの、予宿通りになったのよ。あの、昨日ね、どこに書いちゃっ,っけな。普通、うーっとここね、これね、お腹はちゃんとご飯を食べたら治ったっていうね、書いたんですけれども、 でさ、それでさ、なんかさ、気づいたんだけど、それで夜にね、寝る前に気づいたんだけど、これ普通にさ、お腹はちゃんとご飯食べたら治ったしってさ、ちゃんと食べたらっていうことじゃん。だから、今、あの、昨日の朝まではさ、ちゃんと食ってなかったんだよ。それはなぜかっていうと、その刺激物をさ、避けようと思ってたから、コーヒーとか甘いものとかね、通常自分が口にしていたものを排除したんですけれども、それをやらないで治らなくて、それを、えっ、ー、と、再び摂取し始めたら治ったわね。 ほぼほぼ予し通りやんみたいなね <laughs>。っていうような昨の感動がありました。で、あれ、話がそれまくったね。で、えっ、ー、と、昨日ね、その夕方までね、調子が乗らなくて、えー、なんかリフィルとかもなんか書くのかななんかなって言って、えっ、ー、と、久しぶりにこのノックスのね、リーガルパッドを、あの、出してさ、装着、装,し装着してみたわね。書き始めたのね。これやみたいな感じになって。 もうさ、普通にさ、このリーガルパッドね、M5 でも使ってたし、英語でも使ってたし、もうさ、いい加減すごい使いすぎてたから、もう他のいろんなリフィル使おうぜっていうことで、昨日小口ローズゴールドにしたりとかしてたんですけれども、慣れて恐ろしいですね。もうこれにした途端ね、いきなりもう必要がね、ムク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 湧き出して、と途ちにいろいろ回復し出したからさ、もうき、もう昨日ね、あの全部装着しました。もうここら辺で全部ね、リーガルパッドメモリーフィールになって 人間中やっちゃー。ってか、わち、わしっていうやつはっていう感じですけれども。はい。じゃあね、えー、カバンの中身をね、改めてね、紹介していきたいなと思います。えっ、ー、と、まず、忘れちゃいけないのはですね、まずスマホと、あとお財布ね。まあ、最近はスマートフォンとかにさ、あの、ペイペイとかにさ、なんか何、何ある程度その金額ね、入れといて、財布をね、なるだけ開かないようにしたいとは思ってるんですけど、でも言うてもさ、 店によってはさ、ポイントカードみたいなね。まあ、今、モバイルで、なんていうの、そのカードの提示できるところもあるけどさ、普通にこういうね、も、持たなきゃいけない。持ち歩かなきゃいけない。カードでポイントカードみたいなやつあるじゃん。だから、どっちにしろ財布を開くことではなるんで、財布はね、必ず持っていくんですけれども、一応、お財布はね、コンパクトな、こんな感じのやつになってます。ほで、ここにスイカ入ってて、お札ここに入ってて、カードここに入ってて、みたいなね。で、えー、っと、ペイペイはね、私はいつも、 東京行くときはいくらかチャージしといてでその中だけであのやりくりをねほぼほぼしようとしております。 例えばなんかその手帳買うとかさ、そういうでかい買い物があるときは、その現金で普通に払うんだけれども、その他の細々したさ、例えばシールとかね、リフィルとかね、かそういう細々したものは、全部モバイル、モバイルっていうかスマホでのね、決済にして、あの、お金の管理をね、しやすいようにしております。そうするとさ、どこどこどこにいくら使ったかとかもわかりやすいじゃん。かといって別に家計簿つけてるわけじゃないからさ、そんなさ、あの、い,いくらをどこに使ったかなんて詳しくそこまで見てないんだけれども、ただなんかね、 えっと、管理しやすいし、あと、ピッてやるだけの方が簡単だからさ <laughs>、やっております。ただ、あれだね。ただ、うんとね。 やっぱ手帳とかね、万年筆とかは現金払いの方が多いかな。そのなんかいくらもう超えちゃう、万超えちゃうみたいなね。やつは現金払いの方が多いですね。コマゴリした何千円とかで、ね、何百円とかのやつは、えっ、ー、と、スマホ決済にしたりとかしておりますと。ね、忘れちゃいけないのがその財布とスマートフォンね。で、もう一つ、絶対に忘れちゃいけないものね私がこれを忘れたらすごくショックを受けるっていうものが、えっ、ー、と、iPod ね。iPod とこのイヤホンね。 これね、忘れたらもう大ショックですね。私は基本的に、えっ、ー、と、どっか出かけるときとか、どっか買い物行くときね。まあ、近場だったらさ、そんなイヤホンなんか持っていかないけどさ、東京とかある程度の距離のところまで行くときは、あの、必ず移動中イヤホンしてます。移動中イヤホンして好きな音楽を聴いております。もうそれが大好きです。<laughs> もうそういうね、あの、通勤とかもそうだけれども、私もう基本的に音楽聴いてる人なんで、手帳タイプするときも何でもかんでも音楽を聴いてる人です。<laughs> <laughs> そうなんですよそう。だから音楽はね、あの切ってを切り離せないで、ね、生活をしてるので、あの、絶対に持っていきます。ぶっちゃけね、あのー、スマホ忘れてもいいけど、iPod は持ってないみたいな感じだね。まあ、今スマホの中にさ、 音楽も入ってたりするんですけれども、ま、あある程度の音楽しか入れてないからね、容量がさ、ちょっと減らされちゃうから、えっ、ー、と、ある程度のものしかスマホには入れてなくて、ほとんどこう、こっちのね、iPad、iPod に入れておりますと。で、これでしょう。で、あとは、手帳ね。<laughs> 手帳は今これね、ビタリータさんで、ね、使っておりますが、まあ、これが、ま、あ今日ビタリータさんから、 に、えっ、ー、と、チェンジされるんじゃないのかなと思っております。で、ミニ6のリフィルに関しても、今、ミニ6のリフィルね、まあ、持ってるのよ。持ってるんだけれども、だ持ってるけれども、新しいやつも言うて欲しいなっていうね、えー、感じなので、ちょっと、丸の字丸伝とかでね、いろいろ見てこようかなと思っております。で、今日どこに行きたいかっていうとね、そもそもね、 今日何のために行くかっていうとさ、日本橋の丸店で世界の万年数店やってるじゃないですか。今日が最終日なんですよ。まあ最終日で、私は別にさ、そんなお目当ての万年数があるわけじゃないから、あの別にね、あの行っても行かなくてもどっちでもいいかと思ったんですけれども、でも言うて毎年行ってるからさ、なんか行かないと気が済まなく、気が済まなくって、とりあえず行ってきます。で、まあ何を買うかっていうのはね、全然あの決まってないです。ていうか買わないか可能性の方が高いかな。今日手帳買わなきゃいけないからさ、そっちに、あの、いろいろね、そっちと リフィル関係にさいろいろお金を使いたいので、あの万年筆とか使わないんで、あ使わないというか買わないんですけれども買わないと思うんです。けれども <laughs> まあ、とりあえずそのえっ、ー、と日本橋の丸善に行きたいっていうのと、丸の内の丸善でえっ、ー、とリフィルを買いたいっていうのと、あとはあれだね。日本橋のあのステーショナリーステーションねに行ってステーショナリーステーションはね。 あと、何を見たいかっていうとね、ベヌのペンを見たいんですよね。ベヌペンね。えーと、ベヌのね、あのアカウントをフォローしてる人はね、めっちゃ魅力的なね、えーと、万年筆がポン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 出てくるので、キャーキャー言ってると思うんですけれども、この間のさ、あの万年筆、あのゴシック系のさ、スカルにバラみたいなやつもめっちゃかっこよくない私ね、もう、スカルモチーフっていうのはあんまりなんか、持ちたくない人なんで、あーと、 そんなにね、いつもね、そ、そこまでふ、あの、キュンってならないんですけれども、もう今スカルにバラつったって何え、サマトキみたいな <laughs>。ちょっとオタクの方が騒いで、え、カイザーみたいな感じになって。もうほんとね、たまらんね。まあ、日本には多分入ってこないから、あの、こっちではね、え、買えないと思うんですけれども、多分ね、2万、2万5千円いかないぐらいなのかなあの、US ドルだったんですけれども、 それで2万5 0 0円いかないぐらいだったと思うけれども、まあね、日本にはおそらく入ってこないんだけれども、とりあえず最近ベヌペンをね、全然見てないので、ベヌペンはね、ステーショナリーステーション結構ね、置いてあったりとかするのよ。なんで、そっちで見て、 またね、心がときめいたら、えっ、ー、と、買おうかなっていう話ですね。ベヌペンドってそこまでさ、あの、めっちゃ、うわーみたいな高い、あれじゃないから、な、な、な感じなんだけれども、遊び心がめちゃくちゃね、ある万年筆なんで、今だと、その、ペンハウスとかでもね、取り扱いがあるし、あとはどこだろうね。あとどっかでもなんかね、オンラインとかで見ると、ベヌペンの取り扱い店とか載ってるし、えー、取り扱いショップもね、あると思うんで、そちら見てほしいんですけれども、いやー、めっちゃねー、 興味をそそられますね。ベルペア一本持ってないんだよね、私は。なんで、ちょっとステーショナリーステーションにベルペンを見に行きたいなっていうあれですね。で、ステーショナリーステーションはちょっとだけシステム手帳も置いてありました。この間行った時はね、M5 サイズがメインだったかな。うん、置いてあって、あとほぼほぼね、万年筆でございましたと。で、あとね、あとは、えー、っと、銀座ロフトと、あと銀座伊ト屋ね。 に行きたいのと、あと渋谷ロフトね。渋谷ロフトはですね、えっ、ー、と、リフィ、リフィルとか、そういう手帳関係とかじゃなくって、普通に純粋になんか雑貨系を見に行きたいと。まあ多分、普通に銀座界隈とかで見るよりも、おそらくその雑貨系とか、あと、まあお化粧品ね、メイク用品はね、もうね、ほんとね、ここに、 ほ,ほぼほぼすべて集まるんじゃねえのかってぐらい集まるので、そこで見るのと、あとバック系ね。バックもさ、全然見てないからさ。あ、ちなみにバックはね、今日はね、これです。あの、フレデリック・パッカーズのこの表柄のね、バックでいきます。今日は普通に暖かいらしいので、18度とか、そんならしいので、もうほぼほぼ半袖ロンティーみたいなさ、 感じでいいでしょうと。あの、重ね着のね。もう上着はいらねえだろっていうことで、今日はね、薄着でね、行こうと思います。本当ありがたい、ね。なんかもう軽快なさ、軽快に行けるっていうのはさ、私もう上着とか着てると肩が凝っちゃうのよ。なんで、あの、冬でも上着着ない派なんですけど、ほとんど上着着ない派なんですけれども、もうようやくアウター羽織らなくていいっていう季節がね、来たのでね、めちゃくちゃ嬉しいでございます。で、えー、で、行くお店は以上でしょ で、あとは、持ち物のね、続きなんですけれども、このね、ミリクロスのこのミニログのポーチね、いつもだったらさ、こっちのさ、デルゴニクスのこのデカデカポーチにいろいろね、えー、アイテムが収納されているんですけれども、このね、デカデカポーチをね、持っていくっていうことはまあできないので、できるけど、やりたくないので <laughs>。 <laughs> めっちゃ重いの。めっちゃ重いから。だから、もう必要最低限、外で手帳タイムするときに必要なものだけね、ここにいろいろ入っております。まず何が入ってるかっていうと、ま、いろいろね、説明しますが、まあ、万年椅子ね。万年椅もここにも刺さってますけれども、あの、モンバラのベビーちゃん刺さってますけれども、こっちにね、シェーファーの万年椅も入っております。これなんでかっていうと、えっ、ー、と、地幅がさ、全然違うものだから、えっ、ー、と、たまにさ、やっぱり、 こ字幅違いでさ、タイトル書きとかさ、する方、するしたりとかしたくなるので、えー 一応、地幅がね、こっち、シェーファーのやつ M かな。なんで、いつも書いてるモンブランがこっち、で、シェーファーがこっち。なんで、結構違うでしょ。なんだから、えー、なんか強調したい時とかあと、あとタイトル書きしたい時とか、もうとりあえず、外の手帳タイムの時とかさ、カラーペン何本持っていけたりとかしないので、なんで、こう、万年筆地幅で、いろいろね、強弱を、強弱で緩急をつけようと思って、えー、こっちは持っていきますね。 しかも M5 のね <laughs>、M5 のやつに入れんのかいっていう話なんですけれども、で、この中は、あと、付箋だね。あと、ここにスタバのカードが入っておりますと。スタバにね、行く予定は方法ないけれども、行ったとき用のために、こっちにスタバのカードが入っております。で、あとは、えっと、テープのりね。テープなら無理くりね、ここに突っ込んでいるので、一緒。あとは、スタンプね。このね、フリクションのハートのスタンプと、 あと、こちらのね、ポチロクね、もうスタンプがさ、あればね、 こうその手帳っていうのは遊べるんですよで。しかもこういうね、ちっちゃいね、スタンプ系があると、本当にね、遊べるので、カラーペンとかさ、そんなペンケースに何本も何本持っていかなくても、スタンプさえあればっていう感じなのでね。なんで一応マーカーもここにね、入ってますけれど、これビッグのマーカーのマーカーですね。だからビッグのさ、マーカーはさ、100均でも、あ、ダイソーとかでもね、売ってるらしいので、ぜひぜひね、見てみてください。私はなんかあの、あ何本セットみたいな感じのやつをさ、持ってるだけだから、そのバラで買ったことが はないいんでですすすすすけれどもすごいねね色味とか、ね、可愛くておすすめですあとスタンプシャチアタのねこちらのいつも使う墨とか二0丸とかのスタンプでしょこれねあとはここに何が入ってるかっていうと,、えー、とモンブランドベビーちゃんのこのショートのね、えー、とカートリッジになっております昨日カートリッジ変えたばっかだから絶対大丈夫だと思うんですけれどもでも物事に絶対ってないから <laughs> なんかあるかもしれないからとりあえずカートリッジはね絶対に持っていってますと で、カートリッジはね、もうほんとね、このね、ショートのタイプのやつは、もうほんと3、4日で使い切ります。で、もう絶対3、4日で終わる。あの、4日以上持つことはないですね。私の場合。なんで今日、えっ、ー、と、改めて、そのモンブランのね、いつも使ってるのはね、ミッドナイトブルーってやつなんですけれども、もうだいぶね、だいぶ在庫がなくなってきたので、でもうストックがね、まあ、確かあと1ケースあったと思うんですけれども、あと2ケースぐらいも買ってきてもいいでしょうっていうことで、ちょっとね、今日もね、見ていきたいなと思っておりますと。で、あとは、 あと、ポンポンペインのね、おまわり、お、おまわりだって <laughs>、お守り代わりのね、アセトアミノフェン <laughs>。これね、鎮痛剤ですね。それを持っていきますと。まあこれ別にポンポンペインじゃなくてもさ、普通に、なんだっけ、下熱鎮痛剤とか何でも効くやつなんですけれども、まあお守り代わりとしてね、まあ別にもう大丈夫だと思うんだけどね。大丈夫だと思うんだけれども、一応、 うん。ママチモンが、お守り代わりになんか持っていきなさいよ、みたいなこと言ってたから、その、そういったアミノフェンをちょっと持っていきますと。あとは薬関係で言うと、薬じゃないけど、これ漢方ね。私が飲んでるのは小漢船、防風通さんですね。こちらを飲んでおりますと。これ1日3回、あ、食前また食回飲むんだね。これね。いつも食前に飲んでおりますと。で、あとは入ってるものは付箋ですね。付箋こちらをね。 えっと、モノライクのこの可愛い付箋たちが入っております。これもさ、M6 とかだったらね、あの、ちょうどいい感じのサイズ感です。M5 だと、結構ね、このね、付箋がね、M5 だとさ、もう何もかもがでかいじゃん、他のアイテムが。シールもそうだし、こ付箋もそうだけれども、何もかもがでかいんですけれども、えーと、ミニ6だと、このぐらいのやつだと、ほんとちょうどいい感じになりますね。例えば、もうこれタイトル、タイトル書きもできるし、あと、スタンプでね、 この日付スタンプ日付スタンプ今日3月7日ですね。日付スタンプをポチッとなと押して、ポチッとな。こんな感じでね。ちょうどいいでしょ。この日付スタンプを押すのにも。し。で、剥がして。で、私はいつもですね、こう、付箋はね、あの、テープ糊で補強します。あの、絶対に剥がれないようにします。<laughs> もう、まあ、ほとんどさ、そのさ、ポストイットとかね、3M のポストイットとか特にそうだけど、今ね、ってほんと強粘着の付箋多いから、そんずそこらのね、ことじゃね、あの、剥がれたりしないんですけれどもあの、ピロピロするのがね、嫌なんで、あの、梅雨の時期とかさ、付箋がきゅうって丸まったりとかするんじゃん。そうなるのが嫌なんで、ま今はね、そのキュってなることないんですけれども、ええー、と、いつもね、もう癖のようにこうやってね、テープので補強しておりますと。で、こちらの、 何スティッカーシェイプスティッカーあ、シェイプ、シェイプステッカーか <laughs>。このサークルとバルーンのタイプをこの中にね、入れておりますと。まあ大体ね、この、まあこの手帳とね、ここにあるものがあれば、手帳タイムは快適に私は送れますね。一応外でね、手帳タイムする時ってどういうのを書くかっていうと、ほとんどライフログです。コードログですね。もう何時にどこ行ってとかね。そういうことをいろいろ書いたりとかします。で、あとは、 えっと、この後、うん、手帳タイム。手帳タイムってこの動画を撮り終わったら、私はまず筋トレをし、えっ、ー、と、ご飯を食べ、えっ、ー、と、顔作り。 あとは、何時に、えっ、ー、と、どこどこ行くみたいなね、予定表みたいなのをね、書いたりとかするんですけれども、それはここら辺にね、書こうかなと思っておりますと。まあ13ミリのね、リング形なので、だいぶコンパクトですね。もうほんとさ、19とか20ミリ以上のね、えっ、ー、と、ミニ6とかも今25ミリが最大か、あの、ファイルファックスの、えっ、ー、と、ノーフォークだけで。そちらが25ミリなんで、多分ミニ6で買える、えっ、ー、と、大手、 大手のブランド、メーカーの、えー、最大リング径が25だと思うんですけれども、それに比べてね、この1 3ミリのコンパクトさよ。これだったらね、全然ね、あのバッグにもポンってね、入ります。やっぱりリング径が大きくなっていけば大きくなっていくほど、紙がめちゃくちゃ入る分、このさ、側もこう厚くなるしさ、紙が入る分重くなるし、あのー、そういうね、 メリットとしてそれいっぱい入れるってメリットあるんだけれども、持ち運ぶってなると、そのコンパクトにね、持ち運びたいっていう人はね、なかなかそのリング器が大きいやつだとさ、結構、えー、っと、しんどいかもしれないので、私は今ね、13ミリがね、ちょうどいい感じなので、今度買うね、今度買おうと思ってる、えー、手帳、ミニ6サイズも13ミリ系になっておりますと。でこれとこれは OK でしょう。 まあ、フレデリック・パッカーズのあの今日ね、えっ、ー、と持っていくヒョウ柄のやつは、もう結構な容量が入るので、結構な容量が入るし、プラスでさ、この、ね、エコバッグでね、漱石三本の、このね <laughs>。 えっと、エコバッグもね、持ってったりとかするので、大体ね、物買ったらね、なんかリフィルとか手帳とか買ったら、その自分が肩から下げてるやつじゃなくて、トートバッグに入れるようにしております。理由は肩が凝るからです、と。私はもう万年ピップエレキバンを貼ってるような人間なんでね。で、あとはペンケースね。でペンケースは一応、えっ、ー、と、カラーペンも入ってるけども、本当に必要最低限のものですね。もう軽いです。めちゃくちゃ軽いです。こんな感じでね。 いろいろ入っておりますと。私の持ち物はですね、これとこれと、財布と、あとこの日付スタンプは必ず持っていくと。日付スタンプと、あとイヤホンと、あと iPod ね。あ、やば。テープのり入れるの忘れたわ <laughs>。テープのり入れるの忘れてました。よいしょ。今日どうしようかな。丸道地の丸禅最初に行って、もう最初にお目当ての手帳買って、 ちゃうかかななそれがいい,かないょちょっと書いとこう。ちょっと書いときましょうね。よいしょ。まず今日のルートね。今日のルートをちょっといつもの画角に戻して、ちょっと固定しますけれども、いつもね、なんか美容院、 をメインにね、行ったりとかするので、美容院行きながら、えーっと、なんか、その丸禅で買い物したりとか、伊藤屋行ったりとかするので、ただ今日はね、朝からね、すごい自由にね、美容院で行くわけじゃないんで、自由に動けるので、今日どうしよっかね。最初に丸の内の丸禅かな。えーっと、ルート。本日のルート。本日のルートね、まず、 えー、東京に着きました東京に着きまして最初に行くのが丸の内丸禅かなと。丸の内丸前あで日本橋のねイベント自体はね今日4時でな,なんか終わるらしいですね。クローズが4時みたいな感じだったんでそのイベントがねイベント自体はね。うん、ねそうらしいので、まあ、4時までには行こうと思ってるんですけど最初は丸の内丸禅でそれを買って。 それを買って、あれだな。もし可能であれば、そのまま丸ンの中のカフェ、カフェで、飯食いながら、飯がてらね。飯がてら、ちょっと手帳の入れ替えまでしちゃおうかな <laughs>。そこで買いをするのかっていうね。手帳の入れ替えもしたいなと。まあわかんないけどね。 手帳の入れ替えもしたい。ただ気分が違うじゃん。だってさ、なんかさ、早く使いたいじゃん私はもう開封動画を待ちきれないのよ。<laughs> 待ちきれないのです。で、入れ替えもしたいから、で、飯食いながら、ちょっとやりたいなっていうのと、私はね、いつもね、その丸の内丸禅の中の、まあ最近はさ、丸禅の3階で、あの、チャーシュバックぐらいしかやってなかったんですけれども、 いつもだいたいその朝からね自由行動できるっていう時は大体いいこの丸ンのカフェでホットサンドとコーヒー飲んでそれで気合い入れてからまずどっかに向かうっていうのがいつものルーティンですねで次がね次が渋谷かな渋谷ロフトね渋谷ロフトで丸ンにその手帳あると思うけれどもその手帳がもしも丸ンになかった場合ね 在庫がない場合。在庫なしの場合は、まあ、伊勢丹かな新宿のね。場合、場所だ、場所って書いちゃった。場合、新宿の伊勢丹に行くか。 伊勢丹かなっていう感じですね。新宿、伊勢丹かなっていうね。あの、新宿の伊勢丹もね、割とそのラグジュアリー系の、えっ、ー、と、プライスのね、ものが揃ってたりとかするんで、あの、こう,うん、ちょっとハイエンドモデルとかね、メーカーのそのハイエンドモデルとか、あとママネースとかもそうですけれども、そういうの見るときとかもね、新宿の伊勢丹はいいかもしれないですね。で、渋谷ロフトに行くでしょう。で、渋谷ロフトで、どうしようかなバック、バック。 バック、バック、ロフトだけじゃなくてさ、渋谷とかさ、ああいうさ、さところ行くとさ、青山、表参道とかね、そこら辺行くとさ、路面店でもさ、いっぱいあるじゃん。そこら辺も見ていきたい気持ちはあるけれども、今日はあくまで手帳がメインだから、行っか、別にバックは。<laughs> で渋谷ロフトでしょ行って、あとはもしかしたらハンズも行くかもしんないと。で、えっ、ー、と、帰ってきて銀座ですね。銀座。有楽町方面。 銀座有楽町界隈ね結構今日割とね時間ねゆったりできるから有楽町方面なんでね今日はゆったりしましょうねゆったりゆったりゆっくりのんびりしましょう有楽町方面も行っててどこに行くかっていうと銀座の伊東屋でしょ銀座伊東屋伊東屋に行く あとは、えっ、ー、と、ロフトに行く。ロフトに行く。あまあ、銀座ハンズは別に行かなくても、どっちでもいいかなっていう感じだね。まあ、でもさ、途中にあるからさ、途中にあるから、時間がある時とか余裕がある時とか行ったりとかするんですけれども、まあ、これは格好書きっていう感じですね。伊藤やロフトハンズ。あと、これも格好書きだけれども、その時間によっちゃはね、6も行けるかなと。 6はね、えー、っと、なんか別に何か伝え書店だけに行きたいがために行くっていう感じですかね。伝え書店行くとさ、なんか本とかさ、いろんな面白い出会いがあったりとかもするし、あとはなんかある程度ね、その万年筆とか見られると。まあ、万年筆もね、まあここはまあ本当見やすいっちゃ見やすいですね。色ごとに分けられてたかな。で、あ、そうだ。 ま、今回、日本橋が結構、いろいろ、あれ、あるからな。で、4番目が、まあ、丸の内界隈に戻ってきて、あれ、丸ビルの中のさ、津タヤ書店行こうかな。津タ屋、津田丸ビルの中、津タヤだね。津タ屋行くか。丸ビル。うーんと。まあ、これもカッコだな。別に行っても行かなくても、どっちでもいいや。で、5番目が、日本橋ね。日本橋界隈と。 日本橋界隈。で、この間に、ね、多分ね、多少ね、休憩をいくらかね、挟むと思います。例えば丸、丸、の丸善の3階でコーヒータイムしたりとか、あとは伊藤屋のね、あの、レストランでサラダ食ったりとかね、いろいろするかもしれないですね。あと、日本橋丸前、丸善と、あと、ステーショナリーステーションね。ステーショナリーステーション。あ あとは本当に超時間があったら製品書店も行けるかな。製品書店も行こうかなっていう感じですかね。まあ、ここら辺はね、もうさ、いつもさ、行かない分さ、まあ、日本橋丸善はさ、と、ときどきさめっちゃ行くけれども、ここのステーショナリーステーションとか製品書店とかはほんとたまにしか行かないからさ、ここら辺で、ね、行くとね、ドキドキとワクワクが味わえるそうですね。ドキドキ、ワクワク。 たまに行くとね、めちゃくちゃ買い物をしてしまうっていうね、ところになってますね。ドキドキワクワクと。だから行ったところはこのぐらいかな。まあ移動距離的にもそこまで移動しないですね。そんなにね。まあそんな感じか。まあということで。 こういろいいろたたらねねいい感じの時間になりました、ね、で私がね、まあ皆様、本日この動画を見てる時、まあ夜の9時過ぎだと思うんですけれども、明日ね、あの私がね、浮かれた投稿で夜してたら、もしね、浮かれた投稿を夜、インスタグラムにしてたら、あこいつ、変えたんだなって思ってください <laughs>。 もうね、それね、多分手帳自体、あ、もうちょっと待って、言うと、もうこれ全部、全部頻度になっちゃうから、ちょっとやめとこう。うん。やめとこう。<laughs> なんで、ちょっとね、土日ね、頑張って、 ポンポンペインにも耐えたそのご褒美をね、今日買っていきたいなと思っております。ということで、じゃあ私はですね、今から筋トレをします。はい。じゃあということで今日もね、見てくださりありがとうございました。ではね、また明日、えー、おそらく開封動画になりますが、で、お会いしましょう。じゃあバイチャー